はい、皆さんこんにちは、高池です。ここはですね、ちょうど江戸川と旧江戸川が分かれている中州って言っていいんでしょうかね、そんなあたりにいるんですけども、これからね、喧嘩しに行こうと思います。喧嘩場所がどこなのかちょっとよく分からないんですけど、靴とね、靴下が見つかった場所から15キロも下流にですね、流されたのかどうなのかっていうのもはっきりしないんですけども、もうちょっとでね、海に出てしまうところだったので、ご家族もね、本当に見つかってよかったというふうにね、思われたみたいなんですけど、本当にびっくりですよね。こちらの方にね、献花台の方が用意されているということなので、これから向かいたいと思います。ちょうどですね、ここのところでね、水がせき止められる場所のようなんですけども、おそらく位置的にあちらの方になるんでしょうか。さえちゃんが水の上にね、浮いているということで通報が入りまして、そこから遺体が引き上げられ、遺体の方がさえちゃんだったと、 DNA 鑑定が一致したということなんですね。ここからね、もう15キロも上流なので、流されてきたとしたら相当なね、時間距離だと思うんですけども、第三者がね、関わってなければいいなというふうにね、本当に思います。今現在、警察消防捜査されている方々、本当に大変だと思うんですけども、一刻も早い、真相解明をお願いしたいと思っております。南沙耶ちゃんのご冥福を心よりお祈り申し上げます。失礼します。現在ですね、沙耶ちゃんのね、遺体発見場所周辺をね、今探っております。文化台の方にはね、消防とか警察官らしい人がちょっといたんですよね。で、こちらの方に来るともう誰もね、いないんですよ。特にお花を持ってる人とか、調べてる人とか全くいないですね。本当にこの広い中州にこんな感じで私一人しかいないんじゃないのかなっていうような状況です。もしね、この事件にね、犯人がいるんだとしたら、こういう場所ってもう本当に絶好の人目につかない場所かと思いますよね。木とかが生い茂ってて全くわからないですから、人目につかないですから。で、ここがちょっと入っていけそうな場所なんで行ってみましょう。水門よりちょっと先ですから、おそらく発見者がね、どこから見たのかわからないですけども、
あそこが水門なので、どこかから何か浮いてるっていうのが見て分かったんでしょうね。それで通報したということです。あ、ちょうどここにお花が手向けられておりますね。お花やパンやお菓子が